もっと聞いてね MBS。 この番組は火曜日水曜日木曜日の3日でお送りしてますんで、週末にあった出来事なんかが火曜日にどっとこう自分の中で溜まるんですよね。いろいろなんか喋ろうかなと思うんですけど、それがこう火曜日にごそごそごそっとこう集まってきて、そこでなんかダラ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 喋っちゃうってことがあるんですけど、先週はですね、まあ秋の京都は行楽シーズンということもありまして、京都に私個人的にね、金曜日は生放送がありましたんで、どうぞお構いなくの、その前の時間にちょっと行ってきたんですよ、京都に。で、何しに行ったかというと、国宝展ですよ。国宝展もう終わりましたけどね、先週の日曜日が最終日でしたけど、京都国立博物館はですね、オープンがね、朝の9時半だったかな、かなんかだったと思うんですよ。はい、9時半だったと思うんですよ。でちょうど私はそのオープンぐらいの時間に向けて京阪電車に揺られて行ったんですけど、着いた、もう駅を降りたところから、あの女坂というんですかね、こう京都女子大学に向かってこう緩やかな坂がずっとこう続いてますよね。あの鴨川の七条駅のところからずっとね続いて、あそこの両側の円こう歩く道ですね、まあ、歩道はそんなに普段混み合わないところなんですけども、もうずっと本当にあのちょうど博物館のところまで、あの33元堂のところまでずっともう人、お年寄りが中心、本当に高齢社会だなと思いました。ものすごい数のこう男性女性、まあ本当にも若い方もいましたね、老若男女、もう すごいんですよ。でオープン前ぐらいですよ。でこう私ちょっとコンビニ寄ってお水一本買って、で上りの方が混んでたから、こう、まあ、どっちが上りか下りか分かんないけど、左が混んでたから右側をずっとスイスイこう歩いていって、でもう信号渡って、でこう美術館って博物館の入り口に並ぼうと思ったんだけど、普通の入り口あるじゃないですか、こう入り口のところにいるともう行列がもう出来上がってるから、ずっとそれが、横にある駐車場かなのところまでずっと回り込ん で中入ってもまだまだ先で、ずっともう駐車場の端っこまで行かなきゃいけなくて、でそこから入場ですよ。これ私チケット持ってるから、別にチケットを買うために並んでるんじゃなくて、ゲートをくぐるためにもうすでに10分ぐらい待たなきゃいけないんですよ。でそこずっと並んで、中ずっと入ってって、だから私はこう切符買ってますからね、まあ、ちょっともう何ですか、優越感ですよね。その券売機の前に並んでる皆々様、どうもすいませんという気持ちでこうまあ中入っていくわけですよね。私はちょっとこうちょっとさ、招待券がちょっとあれなもんでさ、すいませんって言ってこう中入ってって、入ってったらそこにもまたこの博物、あそこ広いですからね、敷地がずっとこう広い中庭があって、一番奥のところが展示スペースなんですけど、そこまでのところにこう何ていうの、蛇行した列がずっと続いていて、で50分待ち、天気良かったんでもう日焼けしそうになりましたけど、なんとかこう顔をね隠しながら、別に隠すような顔でもないんですが、でまあ暑い中ずっと待ってて、もうなかなか進まない、いろんな方いらっしゃいます。もうでもその間も50分だから長いから、ずっと私はもうね、さかなクンの列行を聞きながら、もうやっぱもう待ってたわけですよ。でずっともうなかなか進む、本当に進まない。で4列で、4列でお並びください、4列でお並びくださいっていうわけです。あんまりこう博物館とかであんな大きいが4列でお並びくださいみたいになってて、でそんな博物館で大きい声魚がしみたいになっててね、で並んでたんですけど、このね横に立ってたおじさんがね、途中どっかこうカーブのうまいこうたまり、なんかこう人がちょっと膨らむとこでね、15人ぐらい抜いたんですよね。許せなくてね、それがね、嘘、ずっとその人見てたんですよ。もうずっとじゃあつるいなと思って、こっちは一生懸命待ってんのにと思って、ずっともうなんだよと思って、でまあでもそれでもまあまあまあしょうがないと思って、声には出さずブツブツ言いながらね、レッツギョーとか言いながらこう、まあ、4列ずっと進んでいって、で建物の中にようやく入ったらまたそっからまた蛇行してる列がね、あれまたね、そっからまた10分ぐらい待ちましたね。もうとにかくすごいんですよ、国宝展は。でまあ中にもうその
展示されているスペース、ここからが、はい、展示されているスペースですよっていうところに入ると、1階2階3階があって、それぞれどこ行ってもいいんです。もう好きなところから見てくださいという方式になってるんで、こっから先は割とスムーズに進めるようにはなってるんですけど、この入った瞬間にそのおじさん、私はバッて抜いてね、そのもうこんなやつに負けてたまるかと思って、で抜いて、でまあ一応順路通りに、まあ仏像から順番に見て、まあでも展示されてるものはさすがに国宝でしたから、これはすごかったですよ。まあどれも本当にすごく小さいのもあるんです。12、3センチぐらいの仏像もあるんですよ。これもやっぱり国宝と言われるぐらいだから、じっと見るとですね、本当にもう彫りも細かいですし、お顔も本当に穏やかで、なるほど国宝と言われる大きさじゃないなと思いながらこう見たりするわけですよね。ただですね、やっぱり国宝展ってやっぱその国の宝って銘打ってますから、見に来てる人たちは普段から美術館とか博物館にいつも足を運んでいる人たちじゃない人たちも結構多い、まあだからそういう意味ではそのハードルの低い展示だったんですよね。だから普段からこう美術館博物館でのマナーをわきまえてない方がやっぱり大勢いらっしゃった。そういうお犬くんみたいな、そういうこう全然文化的じゃない、こう知的レベルの低い行動をこうやったりするわけです。そういう人が出てきている中でですね、私一番見たかったのがね、あの伝源頼朝像っていう、こう絵があるでしょ、肖像が教科書に今載っているけど、今あれ頼朝じゃないみたいですね、あのいい国作ろうでもないし頼朝でもないって、もうじゃあ鎌倉幕府何なんだみたいなことになってるわけでしょ。あの今はあれは誰だっけな、こういうのがすぐ出てこないんだよな、なんとかいう人ですわ、なんとかいう偉い人、うん、なんとかいう偉い人の絵じゃないかと言われてるんだけど、一応こう名前としては伝源頼朝像の掛け軸がこうぶら下がって意外と大きいんです、2メーターとは言わないかな、でも見上げながら、私170センチの成人男性が見上げながら見なくてはいけないぐらい大きな絵でしたね。でこれを、まあ、やっぱ人気なんですよ、それなりに。でみんなやっぱわーっとこう集まっていくから、そのガラスケースの前にも黒山の人だかりで、その直前まで進むものも大変で、その後ろにずっと並んでたんですけど、ただね、こう一列目に立っていた男性の方、背の高い男性の方が携帯電話をパッと取り出してね、パシャって写真撮ったんですよ。博物館美術館で写真撮っていい時って、まあ、たまにありますけど、まあ、まずないですよ。ましてや国宝だから、国の宝だから、そんなものをね簡単にインスタ映えだっつって撮ってちゃダメでしょ。 Facebook に載せてもいけませんよね。でそれをパッと撮ったの、わ撮ったと思って声が出ました、わ写真撮ったって私言っちゃった。そしたら横に立っていらっしゃったご婦人がね、撮りましたよね今ね、ダメですよねあんなことしたねってちょっと大きい声で言った。そしたらその前に立っていた男性の方が、おい写真撮っちゃダメですよねここダメですよみたいになって、ちょっとなんかザワザワザワってなって、ただ私の後ろにいたのが学芸員の方で、女性の方でした、ちょっと小柄な学芸員の方、バーってその男性のところに行って、今撮りましたね撮りましたよねって、あの万引き G メンみたいに、今撮りましたよね今、ちょっと見せてください、ちょっと携帯見せてください、見せてください、あはい、すいませんってなって、これもですか、消してください消してください、はい消しました、はい、これもですよ消してください、これなんですか入り口ですか、はいこれは消してください、ちょっとパッパってめくってたら、なんか直前に食べたなんかあのぜんざいみたいな写真が出てきたりとかして、かわいそうだなと思いながら、まあそれは別にいいだろうと思いながら見てたんですけど、ダメですよこれ絶対ダメですよって言って、今回のね展示はね、新聞社の方にもね写真撮らせてないんですからね、ダメです、そういう作品もあるんですか、ダメですよって言って、はあすいません、もう大人の人が大人の人に怒られてるから、私はちょっとこう自分がなんかこうね言ったら導火線に火つけたようなところがあるから、ちょっとなんか責任感感じちゃって、あ悪いことしないんですけどね、それだダメなことは、すごかったですよその時のなんていうかヤジっていうかね、ダメだろお前何してんの、ええかげんなことすんなよとかね、みんな我慢してんねんぞとかね、みんな我慢してんねんぞはちょっと違うだろうと思ったんですけどね、まあ、それが私の国宝展の一番の思い出ですね。いろんな国宝を見ましたけど、ああ撮っちゃダメなんだなっていう、このその記憶が一番深い思い出になりましたね。